ドルトムントでプレーする、ギュンドアン・イルカイ・ギュンドアンは、ドイツ・ゲルゼンキルヒエン出身のトルコ系ドイツ人、サッカー選手。マンチェスター・シティ FC 所属。ドイツ代表。ポジションはミッドフィールダー。ギュンドガンと表記されることもある。トルコ人の両親を持つトルコ系ドイツ人である。名前のイルケイはトルコ語で、新月を、聖の軍東ン,ンは、日の出を意味する。 幼少期2005年から VFL ーフムのユースチームに所属し、18歳の2009年に 1FC ニュルンベルクに移籍し、トップチームデビューを果たす。2009年10月には、ブンデスリーが初アシストを、2010年2月には、初ゴールをいずれも FC バイエルンミュンヘンとの対戦において決めている。ボルシアドルトムーント2011年5月5日。 ボルシア・ドルトムントとの4年契約にサインした。遺跡金は400万ユーロ。2011から12シーズン、ボランチの主力として活躍した。2011年12月17日の SC ・フライブルク戦では、ドルトムントでの最初のゴールを決め、2012年3月20日の DFB ポカール準決勝グロイターフィルト戦では120分にゴールを決めて、 チームの決勝進出に貢献した。また、5月12日の決勝バイエルンミュンヘン戦では、フル出場してチームは5対2で勝利、チームを初のブンデスリーガとカップ戦の国内2冠に導いた。2012-13シーズン、ギュンドアンは、中心メンバーの一人として、チームの UEFA チャンピオンズリーグ進出に貢献、特に、 レアル・マドリードとの準決勝2試合のプレーは称賛されている。しかしながら2013年5月25日にロンドンのウェンブリー・スタジアムで行われた決勝バイエルン・ミュンヘン戦ではギュンドアンが69分に PK を決め一度は追いついものの試合は2対1で敗れドルトムーンと2回目のビッグイヤー獲得はならなかった。2014年4月新たに ドルトムントと2016年までの契約を結び、2015年7月1日には2017年までの契約延長にサインした。マンチェスターシティ2016年6月2日、マンチェスターシティ FC がギュンドアムの獲得を発表。契約は4年間。9月14日。 怪我の影響で開幕戦から出遅れていたが、欧州 CL がインのボルシアメンヒエングラートバッハ戦で移籍後初出場を果たした。9月17日のボーオンマス戦で移籍初ゴールを決めた。12月14日のワトフォード戦で負傷により交代を余儀なくされ、その怪我により残りの全試合を欠場することとなった。2018年3月4日のチェルシー戦では、 プレミアリーグ記録となる174本のパスと167本のパス成功を記録した。2019年8月、マンチェスターシティと契約を更新、新たな4年契約にサインした。2020年9月21日、COVID-19 の検査で陽性となり、10日間の自己隔離は必要となった。2020年12月15日、ホームで行われた。 プレミアリーグウエストブロムウィッチアルビオン戦で2020の21シーズン初のゴールを決めた。チャンピオンズリーグでは決勝に進出、アンカーの位置で起用されたが、全く機能せず、チームも0から1と敗れた。ドイツ代表として2011年8月に初、招集され、同年10月の UEFA ユーロ2012予選ベルギー戦で初出場を果たした。 ドイツ代表として出場する以前には、トルコ代表としての出場も可能であり、実際に招待もあったが、ドイツ代表でのプレーを選択した。2013年3月26日の2014、FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選、カザフスタン戦で代表初得点を挙げた。だが 2014FIFA ワールドカップ、UEFA ユーロ2016は、怪我で、 ドイツ代表メンバーには選出されなかった。2018FIFA ワールドカップの代表メンバーには選出され、念願のワールドカップ出場が実現。しかし、本大会開催前の2018年5月、ロンドンを訪問していたトルコ大統領、レジェップ・タイ・イップ・エルドアンのもとに、同じプレミアリーグでプレーするメスとエジル、ジェンクトスンと共に訪れ、記念撮影をしたことが、 ドイツ国内で物議を醸すことになった。その後ドイツ代表でのプレシーズンマッチでは、エジルと共にブーイングを浴びせられ、本大会でも制裁を書き、代表はまさかのグループリーグ敗退に終わった。国際 A マッチ49試合11得点。ありがとうございます。